国防のためにアメリカ政府はどの程度資金を割り当てているのでしょうかそのうち中国共産党の脅威に対抗するための資金の割合はどのくらいなのでしょうかバイデン大統領は3月28日2023会計年度の予算協書を発表しました財政赤字の削減に向けて富裕層への増税法執行及び国防のための資金を増加させるとしています2023年度予算案では 前年度比1%減の5兆7920億ドルが採出されます。バイデン氏は国防総省に向けて今年度の国防予算より450億ドルほど多い7730億ドルを割り当てることを提案しています。防衛予算はウクライナへの支援金のほかに中国を国防上の深刻化する難題とし海洋進出の動きを強める中国を念頭に置いているものとみられます。 中国共産党の悪意ある影響力への対抗基金として4億ドルが追加されました。予算教書の国防予算では、アメリカの安全保障にとって重要な地域であるインド太平洋地域に焦点を当てています。国務省とアメリカ国際開発庁には、自由で開かれたインド太平洋地域とインド太平洋戦略を支援するために約18億ドルが割り当てられます。 また、この地域における国務省の人員を増員するために76億ドルが計上されています。インド太平洋地域では台湾と南シナ海への進出を狙う中国共産党政権の影響力が増しており、周辺国の警戒感が高まっています。NTD ジャパンがお伝えしました。